自分史上最強最高の椅子を手に入れました。どうも、名言生活の森です。今日は伊藤貴さんのこのアクトチェア、冬物ね、紹介したいと思います。長いコロナ禍で椅子に座ってる時間が長かったので、以前使ってたのはこのニトリのなんか安いやつ、手すりつけて1万円以内のやつを使ってました。でもいろいろ見てたんですが、一番いいと思ったのがこれだったので、ちょっと今日はね、その紹介をしたいと思います。これが今まで使ってたニトリワークチェア N ターゲット BK、 肘掛けを入れてもまあ7000円ぐらいですかね、まあ、悪くはなかったんですけどね。まず最初に目がついたのがこのデュオレハイ。これ他の会社でも出てて OEM 商品なんですが、4万600円、結構なね、ニトリとしては値段がしました。で、実際座ってみたら良かったんですが、なんかね、横からこうカパってこう背中をこう挟み込まれる、なんか猛獣に食べられたかのような、そんな気持ちにもなってですね、長く座るにはちょっと辛いかなと思ったのでね、最後まで迷ったんですが、なんだかね、他の方が似たようなコメントでちょっと嫌だみたいなこと言ってたんで除外しました。ね、ここで主体性のなさが思いっきり出ましたけども、まあ、そんなもんですよ。決めるときは縁がなかったです。ニトリに行って一番気持ちよかったのがね、これなんですよ。エルゴクエスト BK、 これは本当に良かったですね。体をこうひねりひねりしてもこう吸い付くみたいな、さっきのものよりか1万円安いのに、こっちの方が座り心地としてもなんか良かったですね。なぜ選ばなかったか、やっぱね、こう手元がね、膝じゃない、肘掛けが動かないやつだったんで、ちょっとね、それがいけなかったですね。それ以外は本当良かったです。あと、ちょっと見た目も微妙だったですね。恐竜のほら、骨のやつ思い出して微妙でした。で、私が選んだ本家本元、これ、アクトチェア。YouTube でもこの動画あったんですが、さほどね、他の会社より見られてないみたいで残念です。これだけおしゃれなのに。これだけおしゃれなのに。見てくださいよ。で、このサイドフレームで、なんていうかデザイン、フレッシュ、とにかく私の腰、体をすっかりと守ってくれそうな気がしました。そして、この 4D リンクアーム、これですよ、これ。これに惹かれて、もうすべて決めたって感じですね。この滑らかな動き、なんかちょっとかっちょいいじゃないですか。この同じ動きを毎日やってます。正直、この、なんか、背もたれのぐにゃぐにゃっていうのは、さほどどこもね、変わりないんじゃないかなと思ってますね。で、このロッキングはね、ちょっと硬くてね、実際やや扱いにくかったです。で、奥行き調整機構はこれもね、割と独自のもので良かったですね。ランバーサポートはね、宣伝してるほど私はあまり、別になんとも思わんかったですね。当たり前にあるこのリクライニングはですね、まだ大体これぐらい、数字で何度とか言っても分かりづらいじゃないですか。完全に寝るまではいかないんですが、まあ、それがね、ちょうどよくて、で、この頭、これね、やっぱついてた方がすごくいいです。あ、映ってないかな、これ、ここね、これついてた方がいいですよ。私がこの伊藤貴さんの選んだ理由は、この手、この、なんだこの、これなんていうの、手すり、肘掛け、この肘掛けが一番、もう、なんだろう、マッチしたので、これにしました。どんなね、他のめちゃくちゃ高いやつ、と比べてもこれは結構良かったので、この肘掛けがこう前後にこう動いたりとか、上下したり内側に向いたりっていうのは他の椅子でもね、もう結構いっぱいあったんですよ。しかしですね、このアクトチェアはスムーズなんですね。ここにね、こうぼっちがあるんですが、ここをですね、押して 4D なんちゃらっていうんですけど、これ、ね、こうなんかもううね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 、自由自在にこう動くんですよ。この動きがなんかね、カクカクカクってしてないので、すごく動かしやすいんですね。これが、なんだろう、他の、同じクラスの高級な椅子との大きな違いの一つなんじゃないかなと思います。こんな感じで、もう軽く動くんですよ。でね、私、結構ね、ゲームをするんですね。今最近してないけど、その時に、こういう体勢取るんですよ。見てください、これ。もう完璧に、ミラクルフィットですよ。結構疲れるんですよね、こう浮いてたら。これあるとね、いいですよ。はい。でも当然ですが、いろんなとこ高さに合うので、あとこことね、この椅子の上下なんかも普通にこうありますからね。これを使うと、どんな高さにも、どんな姿勢にもマッチするんじゃないかなと思います。さらにですね、この、私ちょっとね、
小柄なんで、座面がね、あんまり長いと結構、なんでしょうね、この足ここ浮いちゃったりするんですね。で、外国の高級の椅子ってちょっとね、なんかその辺の許容が日本人の私にはなかったので、この座面を動かしてなんか、ここをね、面積を狭くするみたいなのあるんですよ。この伊藤貴さんはこの先っぽの方が、ニョキニョキニョキってこう、こうやってね、ほら、あ、動いた。ほら、これでね、短くしたり、長くなったりできるので、女性なんかでもね、こう、非常に自分のね、ポジションを取りやすいと思います。ここも結構大きな違いじゃないですかね。手元と、この辺。ここがね、もう、この伊藤貴さんのアクトチェアを選んだ最も私の理由の一つです。いいものが欲しいと言っても、その限度があってですね、エルゴなんちゃらとか、もう、ものすごくめちゃくちゃ高いのはちょっとね、除外して。でもね、これ、もう結構、私が、生涯買った椅子の中でも、もうはるかにこの凌駕する値段でしたね、今までの。座る時間、いろんな方がね、やっぱ長いと思うんですよ。なので、ここはね、ちょっと贅沢してもね、いいんじゃないかなと思って、体にもね、いいと思う。だって、10万円もするから。これから長年使うとなると、今回、思い切ってよかったなと思います。名言を読めば、元気が出る。ゆっくりね、使っていきたいと思います。